続いては赤木アナウンサーです。はい、今日は驚きのテクニックが次々登場します。スーパーの、ね、レシート見たらもう前よりも 2,3 千は必ず高くなってるので、もうなんか諦めてますけど 1.5 倍ぐらいになってるよね。卵、ね、マヨネーズ、はい、家計を襲う止まらない値上げラッシュ。帝国データバンクによると、今月値上げされる食品は2806品目で、7月までに6000品目に達することが予想されています。そこで今日の赤プレは、年間でやっぱり、5000円とかは変わってきてるのかな。自炊でいうと 2,3 万は減ってるんじゃないかなと。すぐに真似できる皆さんの節約術を教えてもらいました。まず伺ったのは50代の主婦です。食洗機 の、 タブレット錠剤ってあるんですけど、それで結構単価が高くて、だったら今までは結構考えなく食洗機を回してたんですけど、ちょっとやっぱり自分で手洗いして、でちょっと拭いて乾かそうかなっていう。食器洗いを手助けしてくれる食洗機、乾燥機能などがあり便利ですが、専用の洗剤の値段が高いため手洗いに戻したそうです。さらに光熱費を抑えるためのこんな節約術も。お風呂とかはやっぱりみんなバラバラな時間に入ってたりしてたので、みんな同じ時間に入ったりとか。その成果は、年間でやっぱり5000円とかは変わってきてるのかな。こちらの女性にもキッチン周りの節約術がありました。洗剤を10倍に薄めてるんで、あんま買わない。 1年に1回買ったらいい方ぐらい。1年に1本はすごいですね。続いて3人のお子さんを育てるこちらのご夫婦は、おやつにちょっとした工夫をしていました。お菓子とかもちょっと大きいの買って、3人で分けっこして、いろんなのをちょこっとずつ食べて、ちょっと満足感を得れるようにとかはやってますね。こうした家庭の節約は子どもたちも手伝ってくれるそうで、消し忘れてたらお互いに消し合ったりはしてますね。それ誰もいなかったよって言ってちゃんと消してくれたりはします。60代の主婦は、外食を減らすために行っていることが、カフェでトーストとコーヒーとか飲んでたのをお家で厚焼きトーストにしてバター塗って食べるみたいな。行きつけのカフェのメニューを自宅で作り、行った気分に浸っていました。できるだけお家で作れるものはお家で作って食べる、なんか豆にすると節約できるかなって思います。皆さんそれぞれに工夫を凝らす節約術。こちらの主婦はある方法で食費の節約に成功しているといいます。それは、私はスーパーマーケット何軒か回りまして、1円でも安い商品を足で稼ぐ節約術、スーパーのはしごです。出産を機に節約に目覚めたそうで、以前の食費とは大きく変わったといいます。自炊でいうと 2,3 万は減ってるんじゃないかなと。なんと最大で月3万円の節約に成功。その節約術に同行させてもらいました。今日は実は卵がすごく安いお店があるので、そこでは必ず卵を買います。お得な卵を求めて向かった先は、はい、ドラッグストアに置いてる卵、これが安いんですよ。卵がスーパーより安く販売されている日があるというドラッグストアです。10分後戻ってきた女性のエコバッグには卵が。その値段は、卵は170円、周辺のスーパーでは200円を超えるという卵がなんと170円。さらに隣のスーパーでもお目当ての商品を買ってきたそうで、ナスがすごく安くて5本で
280円プラス税。普段2本入れて198円プラス税とかなんで、かなりお得だと思います。ここでは2軒はしごして特売品を中心に8品購入。実は女性には買い物するときに決めているルールが。スーパーの買い物は5000円以内、はい、これは決めてます。さらに買い物は必ず歩いていくようにしています。雨の中歩くこと15分、3軒目のスーパーにやってきました。お肉が安い時が多いのでお肉を見ようと思います。めちゃくちゃラッキーでした。鶏肉がびっくりするほど安いです。手羽元が292円で買えたっていうのはすごく大きな収穫だったかなと、まあ、サイズ感にもよると思うんですけど500円は絶対過ぎてくるかな、この量だったら。スーパーで迷って、さらに納豆を78円だったかな、なんで買おうかなと思ったんですけど、ここ98円が半額になってました。同じ商品で2軒目のスーパーより29円も安い納豆を発見。はしごならではの思わぬ収穫です。およそ1時間かけて買い物が終了。13品購入して合計は2608円、予算のおよそ半分で買い物ができました。彼女にとってこの節約術は楽しみな時間だといいます。大変よりも何があるかのワクワク感と、あと達成感、いいものを見つけたぞっていう達成感に、満たされる方が大きいかもしれないです。はい、値上げが続く中で皆さんさまざまな工夫をされていましたが、相本さんは何か節約のために実践されていることありますか？いや、私は語る資格があんまりなくてですね、むしろちょっとつい買いすぎちゃう傾向があって、まあ、家ではそのフードロスをなんとかしろという厳しく叱責されてますでも安い時についついまとめ買いしておきたくなりますよね。しっかり消費できれば、まとめ買いは安くなりそうなまとめ買いとかはするんですけどね、消費できればお得ですよ ね。川崎さんいかがですか？僕は結構ね、数年前までお風呂のお湯結構しっかり貯めてましたけど、はい、もう最近は水位低いですよ。なるほど。だって自分が入ったら水かさ増えるんですから。そうですね、子供と一緒に入ったらもっと増えますね。溢れてしまうのもったいないですからね。では改めて今月の値上げについてですが、帝国データバンクによりますと4月に値上げされる食品およそ2800品目に上ります。例えば日本ハムではハムやソーセージなどの加工食品が1から27%の値上げ、そして森永製菓はチョコボールなど定番のお菓子を3から18%値上げします。さらに日用品も上がります。大王製紙はティッシュやトイレットペーパーを 10% 値上げします。こうなると生活にも工夫が必要になってきますので、皆さんのアイデア伺ったんですが、 VTR でお買い物に同行させていただいた女性、他にもこんな節約術実践されていました。お子さんの洋服に関して、外で遊ぶ時のお洋服は必ずリユースで探す。目安は500円以下で綺麗に着ればまた売ることもできるそうです。そして好きなキャラクターのお洋服は自作されているそうなんです。イラストを描いたゼッケンを貼ったり刺繍されたりされています。そして保育園で使う小物も全て自作で、とっても可愛く作られてますよね。スーパーをはしごしてのお買い物もこういったお洋服作りもすごく楽しんでいらっしゃるのが印象的でした。出口さん参考になりますよね。そうですね、やっぱり赤木さんが言った楽しんでっていうのがポイントだと思って、うん、やっぱりこう無理は続かないですから、うん、で楽しいことって人それぞれ違うと思うんですよね、はい、なので自分が楽しくできる節約術を見つけて、このね、物価高値上げを乗り切っていきたいですね。そうですね、うん、楽しいこと、小さなことでもコツコツ積み重ねると年間でいうとかなり違ってくると思います。まだまだ続く値上げラッシュ、楽しみながら節約することが一つのポイントかもしれません。以上、赤プレでした。